どうも MJ です。モッドの紹介をしていきます。で、ご紹介するモッドはですね、ザ・ラスティ・キャンパーっていうモッドになります。こちらのモッドはですね、 WRVR 近くに制作者さんの手で作成されましたバスのプレイヤーホームが追加されるモッドとなっております。内装の方もキャンピングカーのような作り込まれたプレイヤーホームとなっております。あとはですね、ロード順になるんですが、新たにプレイヤーホームが追加されるモッドとなっておりますので、自分の場合はですね、解体モッドと有使用モッドの間にロード順の方を置いてあります。それではですね、簡単にですが、どのようなプレイヤーホームなのかご紹介の方をしていきます。で、マップで言いますと WRVR 放送局の近くとなっております。モッドを導入しましても未発見のロケーションとなっておりますので、近くに行っていただければ発見したロケーションとなりますので、ファストトラベルの方が可能となります。で、目の前にありますのがモッドで追加されましたプレイヤーホームとなっております。バスの中に作られたプレイヤーホームとなりますので、シンプルなプレイヤーホームとなっております。簡単なご紹介となりましたが、バスの中に作られたプレイヤーホームとなっております。シンプルで機能的なプレイヤーホームとなっておりますので、またよければご自身の方ででも導入の方をしてみてください。それではですね、今回はザ・ラスティ・キャンパーっていうモッドの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。